久保さん、今回意識するとより現実的になるっていうね。<laughs> まああのランボルギーニね、まああの買おうかなと、買いたいなと、まあ今でも思うんですけど、まあそのもっと自分で掘り下げていくと、まあ僕はオープンカーがいいんですよ。オープンカーがね。で、オープンカーでランボルギーニもいいやんと。で、絵的にもなるし、ランボルギーニの方が YouTube の絵にもなるじゃないですか。でも待てよと。 俺は YouTube の絵のためにランボルギーニを買うのかと。いや、普通に僕ね、より現実的に久保さん考えて、BM の Z4 に今結構シフトしてるんですよ。より本当に自分が欲しいっていう、わかります ?YouTube の絵的に、ではなく、僕が本当に欲しくて、現実手に入れた後のランニングコストだったり、すべてトータル的に考えた上で、BM の Z4 かなっていう。 まあ、ぶっちゃけランボルギーにね、あの、不便じゃないですか。<laughs> ぶっちゃけ言うとね。絵的にはいいんですけど、不便なんですよ。うんじゃあ、それは毎回絵で使って、まあ、それ客寄せパンダで使うのもしんどいなっていうのがあって、本当に乗りたれないのかなっていうのをなったら、オープンカーに乗れればいいんですよね。 で昔は僕、沖縄に一番最初に行った時に、軽自動車のダイハツのコペンだったかな、オープンカーに乗ったんですけど、それでもめちゃめちゃ面白かったんですよ。だけど、さすがにちょっとコペンだったらあの、ちょっと寂しいなっていうのがあるんで、ただ、オープンカーの,あの、あれはね、本当に体験価値が僕は非常に高いと思ってて、で BM の Z4 に関しては、まあ、沖縄はもう4回ぐらい行ってるんですけど、その中で BM の Z4 に実際に乗って、体験して、めっちゃいいんですよ。 あの、いいんです。良 <laughs> かったんですね。なんで、まあ、Z4 を今、検討してますね。うん、だから、ランボルギーにより。だから、もう、買うってなったら、もう、本当により現実的に、より意識的によりそっちの方向に行くっていう。だからもう、だからなんだろうな。うーん、もう、なんか、買った後のその生活まで全部考える。 憧れとかではなく、もう手に入れる前提で、手に入れてる前提で、じゃあそれでお乗ってとか、駐車場の問題だったりとか、いろいろ全部含めて、もう全部含めて考えたら Z4 かなっていう、ラボーより。うん。まあ僕がね、ヒカキンさんとか YouTuber でうわーやってて、お金持ち YouTuber とかやってんなら絶対ラ乱ーあった方が面白いと思いますけど、まあそうじゃないし、いるみたいな。<laughs> <laughs> まああのスポーツカーはまあ GTR あればいいじゃないですかもうあれだけで十分だと思うんで、まあ、まとめるとなんかもう手に入れるなんかな憧れとかじゃなくてもう多分ね絶対手にる入る方法ってもう手に入れた後のすべてももう意識してイメージしてるっていうんだと確実に手に入りますね僕のこの今までの過去の経験上だとなんか 憧れてるなあーないいなと思うぐらいではなくうーんもうより現実的にそのやると、まあ、手に入りますねまあそこにどんどん近づくのでだ夢夢を夢は叶うんじゃなくて夢をどれだけ現実化するかですね夢をどれだけリアルにあのイメージするのか意識するのか、えー、あの金額とかもう全部出していくのかっていうふうにしていくと手に入れやすいと思いますよ だって明確化されるので。うん。ゴールがボヤーンとしてたら、ボヤンでねょうね。ホワンホワンホワン,ホワン夢です、夢の雲みたいなね。そう。うん。だから本当にもう値段も数字まで、ランニングコスト、保険の、保険の金額だったりとか、ね。もうそこまで全部です。オイル交換までです。ランボルギーニのタイヤ交換とかね。そういう維持費とかも全部トータル的に考えて、どうなのかっていうね。もうそこまで考えてるといいと思います。 多分ね、久保さん僕 Z4 買いますよ。もうかなり意識してるので、今。だからオープンカー、もう最後1台買うとしたら僕オープンカーなんですよ。で、ぶっちゃけその、なんだ、今、あの、BM シリーズちょっと、あの、これで完結かなっていう。<laughs> BM シリーズね。<laughs> これで完結しようかなと。最後オープンっていう。<laughs> うまあそんな感じですね。いってらっしゃい。